はい、えー、それでは始まりました。えー、今日はですね、あの自由大学の、えー、季節のブレンド茶を作るから、えー、教授の荒井直子さんをお呼びしてお話を聞いていきたいと思います、えー。僕は自由大学の運営をやっております深井と申します。えー、それでは荒井さんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今回久しぶりにね、 はい、ブレンド茶の講義をやるということで、まあ、季節のブレンド茶を作るというあの講義ですけれどもあの新井さんお久しぶりでございます、はい、今日は、はいうん、季節のブレンド茶を作るという講義についてあの簡単になんかお話をしていただければと思うんですけどあのどんな講義な,なのかというのをです、ねまあ、簡単に一言であの紹介するとどんなものになりますか あの一言で言うと、この講義のゴールはあのハーブとかスパイス、薬草を使ってあ,のあなただけのオリジナルブレンドを作りますっていうところなんですね。でも、その,あのブレンドを作るにあたってはあのその軸は皆さんで決めていただくんです。効能で決めてもいいし、味で決めてもいいし、色で決めてもいいし、あのそのどういう軸で作るのか。 ってていいうのは皆さんに決めていただきますでその決める軸となるものをあの講義の前半で学んでいきます。お茶もあの使うお茶を一つ一つテイスティングしながらその、まあ、効能だけじゃなくてお茶の歴史とか味とかあの色とかいろんなものを一つずつテイスティングノートに書きながらあの最初に全部の信用して それからあの皆さんにブレンドを作っていただきます、うん、なるほどなんかお茶の世界って、なんかお茶ってたくさんいろんなお茶があると思うんですけど、その中で、まあ、今回、ブレンド茶っていうところがあのテーマだと思うんですが、あのブレンド茶を進める理由、そのシングルオリジンではなく、なぜこうブレンドを混ぜていくのかというところで、何かこうそれが。 いいいっていうことですよねああのもちろんねそれぞれで一つ一つでも美味しいと思うんですよでも例えばカレーを考えていただきたいんですけれども、はい、カレー粉っていろんなスパイスがミックスされてるじゃないですかであのカレーの色自体はパーメリックの色だったとしてもそのカルダモンとかこういろんなスパイスが入ることで奥深さが出ますよね あのお茶のブレンドも全く同じことだと思うんです。いくつかが合わさることで、奥深さとか、また違う味わいとか、おいしさっていうことを発見できるっていうのがあると思います。うん、あとあの、ハーブティーの中にはこう、無味無臭に近いようなものもあるんですね。あまり味がないとか、香りがないとか。そういったものを、例えばミントのような清涼感のあるものと合わせてあの使うことで、 そこにあの新しい美味しさが生まれたりとかあとハイビスカスなんかはすごく酸味が強いんですけどステビアのような甘みのあるハーブと合わせることで甘酸っぱい美味しいお茶に変わったりそういうふうに、ね、合わせることでしか生まれないというか合わせることで生まれるあの美味しさっていうものがあるんですそこを皆さんにね体験してもらいたいなって思ってますなるるほどそももうう合わせるもう 2つだけじゃなくても3つ混ぜたり4つ混ぜたりっていうことがあるとしたらもう組み合わせ無限大っていう形ですよねあそうですね。一応この講義では皆さんには3種類を混ぜてもらいます。うん、あの初めからたくさん入れちゃうともうブレンドが決まらなくなるので、<laughs> 基本皆さんに3種類のを使ってブレンドを決めてもらいます。ただその3種類でやっても、 おもしろいのはね今までに一つも同じブレンドって出てきたことないんですよで3種類選んだものが同じ同じものをこう選んだとしてもそれぞれの混ぜる配合で味がやっぱり変わるんですねなのであの同じ木で同じ3種類を使いましたっていう方はいらっしゃるんですでもやっぱりみんなでこう試飲してみるとあやっぱりそれぞれの美味しさが違うねって っていうなんかそういった発見とかもあってすごく面白いですうん。ありがとうございます。あの新井さんについて教えていただきたいんですけど、今、主にどんな活動をされているのかっていうのを皆さんにちょっとお話しいただきたいんですね。はい、あの私はフードコーディネーターと薬膳っていうのを日本柱で活動しています。で、あの、 このお茶をブレンドする講義っていうのはあのこの自由大学でしかやってないんですね。普段薬膳の,あのご飯会とか、まあ、イベントで薬膳のお話したりとか薬膳としての活動はいろいろやっていてその中で薬膳茶とかハーブティーとかを出すっていうことは日常的にあるんですけど基本的には私がブレンドしたものを皆さんに飲んでいただくっていうのがほとんどなんです。 あの一部にそのブレンドするワークショップを入れたとしても、もう軸は私が決めていて、皆さんがその中で1種類か2種類ちょっと選んで足すっていうようなあの感じのところしかやってないので、本当に1からすべてブレンドをやるっていうのは、この十大学の講義でしかないのと、あと、まあ、普段私がそのいろんなレッスンとかでお茶をブレンドして出しているっていう、そのやっぱりその 季節季節に合わせてとかその時のメンバーに合わせてあのそのテーマに合わせてお茶を考えていくんですけどその手の内を見せるのはこの中大学の講座だけになります。<laughs> なるほどそしたらもうそれを突き詰めていったらまずはこう自,分自分が気に入ったブレンドはもちろんできるようになるし そこからさらに上のレベルに行くとしたら自分の周りの人例えば家族だったりとか友人だったりにあなたに合うようなブレンドをやってあげるようなんていうこともさらに上のレベルに行ったらできるかもしれない、はい、そうですねあのこれを突き詰めていったらあのできるようになっていくと思います、はい、まずは自分の好きな、まあ、それを基準は何で決めるのか味で決めるのか香りで決めるのか自分の体調に合う薬効で決めるのか まあその辺を自分で考えて、じゃあ自分は味でいこうと思ったら、その好きな味を探求していくと。そうですね。で、やはり、例えばこのくらいのお湯の量だったら、このくらいのハーブのブレンドがいいとか、まあ、こういうものは強いのであの、混ぜるとしたら全体のどのくらいの割合がいいみたいな基本の部分はあるので、それはあの講義の中で事前にお伝えしてから皆さんに作っていただきます。なるほど。 ブレンド茶で有名なものってありますか例えば市販されてる16茶とかで CM とかでよく聞くと思うんです。はいうん、あれもブレンド茶っていうジャンルなんそうですね。はい。そうなります。うん、なるほど。じゃあ、あれは16種類の作った人がベストだと思う組み合わせを、まあ、やってっていうようなものなんですかねそうですね。はい。うん、あの まあ、いろんな、ね、体めぐり茶とかいろいろありますけど、それはやりそれぞのテーマに合わせて、はい、あのそこのプロが、ね、ブレンドをしているんだと思います。あのこの講義でも第4回の時にあに、お花茶さん、うん、あのハーブブレンダーのおいさんが来てくださるんですね。はい、で、あの実際にあのお花茶さんもブレンドのお茶何種類 もうあの販売しているので、実際にそのプロがどういうふうに販売しているかっていうところ、どういうふうにブレンドを考えているかっていうところのお話も伺っていきます。うん、そのゲストはこの佐藤幸子さんです,、ね、ですね。はい。なるほど。第4回ではそういうこともやっていくと。そうですね。あのお花ちゃさんはあの国連 大学ののとこのファーマーズマーケットとかにも定期的に出店しているのでご存知の方も多いと思うんですけれどもご夫婦でハーブティーを作られていてもともと幸子さんはご自分がそんなにハーブティーが好きじゃなかったっていうところからあの美味しい飲みやすいハーブティーを、うん、作ろうと思ってご自分で開発したっていうのがあるのであのとにかくもう飲みやすさっていう意味でいったらすごく定評があるんですよね。 うん、そういうノウハウみたいなものも第4回の時にはお伺いして、そしてあのその時は幸子さんも皆さんのブレンドを全部試飲してアドバイスもくださるので、そこでアドバイスをもらって最終回に向かうっていう感じです。うん、なるほど。またちょっと新井さんについてのお話に戻るんですけども、はい、新井さんがあのブレンド茶。 にこう興味を持ったきっかけというか深く研究するようになったきっかけってどういうことがあったんですかあもともと私は、えー、とハーブ雑貨とかあのハーブティーとかアロマとかのそういうハーブ雑貨を扱う企業に勤めていたんですね。はい、で、そこのレストラン部門でハーブティーとかハーブを使ったドリンクの開発をしていました。で、あの なもともとの専門っていうとハーブになるんですけれどもあの30代の時に実は大病を2つしてそれでもう,あのもう病気したくないなっていう気持ちがあってそこから薬膳とかアイルベーダとかこう分子栄養学とかいろんなことをこう勉強してきたんですね。で ハーブティーっていうものは、やはりそのすごい体の調子が悪かった30代に結構自分を癒してくれたり助けてくれたもので,であの今はもっとこう薬膳茶みたいなものも作りますけれどもやっぱりお茶で体を整えるっていうことを自分が実践してきて今本当30代の頃の自分だったら考えられないくらい今とても元気なのでそういったあの本当に まあ食べ物もそうですけれども、あのお茶の力っていうのもね、もっと皆さんに伝えていきたいなっていう思いがあって、そこを研究して、あのまあ追求か、追求してきました。うん、じゃあ、もともとのキャリアの始まりから、もうお茶とかハーブ方面にはもう興味があったっていうところなんですかね。そうですね、そのもう一つ前を言うと、えっと、レストランで、フレンチのレストランで仕事をしていて、 であのそこはやっぱりフレンチだったのでハーブティーを食後に出してたんですねで。ハーブに最初に興味を持ったのはそこなんですレストランの食後に出していたハーブティーで、まあ、あレボンバーベナっていうハーブがあるんですけれどもそれをよく食後に出していてでそれはこう消化を助けてくれるしフランスではこう夜明けのティザーヌとかっていってこう夜リラックスする時間にこう飲むようなお茶なんですね。 で最初その,その会社に入るまではそんなにハーブのこと詳しくなかったんですけどそこに入ってあハーブティーって言っておいしいって思うようになってでその後転職するときにあのそうもっとハーブのこととかやりたいなと思ってそう転職をしたんです。でそういうハーブの料理とかを出すようなレストランに転職をしてそこでずっとハーブのドリンクとかの研究をしてました。 なるほど。なんか具体的に、そういうブレンド茶の和紙になる、はい、なんか修行というか勉強、学びっていうのは、ど,どういったものをやってこられるんですか,なんか薬膳の資格とかも持ってらっしゃるあ、そうですね。国際中薬膳師という資格を持っています。はい。うん、あとはど、どういうこう、なんか学び方があるんですかブレンド茶って。お茶は、でもあの、ハーブ、えっ、ー、と、 お茶だけっていうとなかなか、なんでしょうね。そんなに、あるのかな。あの、ま、えっ、ー、と、ハーブティーの教えてくれるところとか、うん、薬膳茶を教えてくれるところっていう、こう、縦割りのところは結構あるんですよ。ただ、あの、ハーブも薬膳もスパイスもみたいなところはなくて、はい、私、あの、この講義って自由大学の,あのキュレーション学を受講して、 キュレーション学の課題であの自分の講義を組み立てるっていうのがあってね、その時にこの講義を考えたんですけど、その時にあの自分が例えば習いたいと思っても、ハーブティーだけとか薬膳茶だけとかってこう縦割りのところしかないのがすごく嫌だったんですね。今は結構ハーブと こう薬膳の素材を合わせたようなものとか、日本の薬草とハーブを合わせたようなお茶っていろんなところで出してるんですけど、この講義を始めた当時は、そういったものがまだほとんどなかったんです。それですごくその縦割りの感じが私は嫌で、ボーダーレスなあのものを作っていきたい。だったら自分で講義作っちゃおうみたいな感じで、キュレーション学の中でこの講義を最初に企画をしたんです。うんなるほど。 だとしたら、まあ、新井さんも新井さんが学んでいるときは、やっぱりその縦割りの,のハーブはハーブで学んで、アイルベーダーはアイルベーダーで学んで、みたいな。そ<あ>そうですそうです、はい、ですす、うん、自分の中で統合していったっていうような。あそうですね。はい、ただあの、薬膳っていうのは、その根っこがアイルベーダーにあるって言われているんですね。 アイエルベーダーが中国に入って薬膳になったって言われているのであの結局は結構全部つながっているっていうか、うん、はいなるほどその辺のこうけ研究っていうのはど,どのぐらい年数的には年数ですかもうでも10年以上やってると思います、うん、はい、うん、でもこうブレンドもねこの組み合わせも本当先ほどね年代 なので、はい、なかなかおもう終わりがなさそうな <laughs> 体験、ね。そうですね、あのーまあ終わり。終わりっていうものはないのかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。でブレンド茶の、まあ、簡単な,なんか背景なんですけど、まあ、ブレンド茶とかハーブっていうのは歴史的にもさ、はい、先ほどね、アイルベーダーって話ありましたけど、もうす。 どのくらい昔から人類は活用してきたんですかねもう何千年も前ですよね。その、そうですね。えっと、その専門家の方が言うには、もう、えっと、これは紀元前からこういう薬草の研究とかはされていたと言われていて、うん、で有名なの、マテリアメディカ、マテリアメディカっていうものがあるんですけれども、それでも、あの、 2000年くらい前かな、作られたと言われているのが。なので、そのくらいの歴史はあります。なるほど。その2000年こう、人類がこういろいろ研究してきて、やっぱりまだまだもうわからないことというか、まとまってないことっていうのは、たくさんあるそうですね。あのー、その、昔の人が、あの例えばこれが,が体が温まるとか、 お腹が痛いときにはこのハーブがいいみたいなのっていうのは多分その日々の経験の中から積み上げてきたと思うんですよ。で今はこう科学的にいろんなものをこういろんな成分とかを研究していくじゃないですか。でも昔はやはりその結果これを飲んだら元気になったとかこれを飲んだらみんながあの 食中毒が治ったとかそういった感じの結果で決めてったと思うんですよねその膨大な何て言うのかなその体の変化みたいなものを目で見て確認してたと思うんですねでまだそのよくこう薬膳とかもハーブとかもきちんと薬効の見つけられないものってあってよくエビデンスがないっていうふうに言われちゃうことあるんですけどそれってまだ私 は、科学が追いついてないっていうふうに思ってるんです。うん、昔の人が明らかに経験からこうなったっていう、まあ、臨床ですよね。臨床でめ、うん、あの、それを全部こう、書物として残してくれてるところに、今の人たちが追いついてないなっていうふうに、思うんですよね。うん、か自分もあの、もっと本当に昔の文献とか、もっともっと読みたいなって今は思っていて。 なるほどありがとうございますそ,うそれだけね、歴史がたくさんある中で、ま,あ、また今回、このブレンド茶を学んでいくわけですけども、なかなかこう、こ,うこの講義はこう初心者、基本的にはもうお茶は好きで、ある程度いろんなお茶を飲んでいて、なんだけども、いろいろ自分でブレンドしてみるのは初めてっていうような初心者の方、 でも参加でできるっていうことですよねもちろんもちろんそうです。ぜひそういう方にね、参加してもらいたいなって思います。うん、あの毎回結構ね、男性の参加もあるんですよ。うん、ぜひね、男性にも参加してもらいたいなって思います。そうですね、どうしてもなんか食系だと女性が大体7割とか結構あの多めだったりもするんですけど、うん、男性にもっていうとこですよね。 今回、季節っていうところをね、前面に押し出して、季節のブレンド茶を作るっていうことなんですけども、はい、ま季節に合わせて人間の体調もか変わってきたりするとか、まあ、季節の変化によっていあの使った方がいいその茶葉というか、素材もあったりもするっていうことなんですかね。そうですね。あの今で言うと、ちょうど季節が春になるので、はい、あの春は、 春の一番最初にやることは、冬に溜め込んだものを体の外に出すっていうことなんですね。人間はあの冬眠はしないんですけれども、人も自然の一部なので、やはり体はちょっと溜め込みモードになるし、少し冬眠モードになるんですよね。なので 春、こっから春夏ってすごい活動期に入るじゃないですか。その、ね、軽やかに活動するために、やっぱりこの冬に溜め込んだものを一回リセットして出してあげるっていうのが、この時期の,この春の初めにやることです。なるほど。はいこここう。出していくっていう,そうなんです。なので、この時期っていうと、デトックスのお茶とかね、うん、そういったものをおすすめすることが多いです。あとは、 やはり冬の間に結構体を冷やしている人が多いんですよね。うん、体の芯の方に冷えが残っていると。とここから先のこの結構簡単さのある時期にね、体がついていかなかったりするので、なので体を冷やしてしまった人はね、体の芯をちゃんと温めてあげるっていうお茶を取ることも大事です。うん、ありがとうございます。 実際にあの講義のページをちょっと見ながら、あのどんな内容になっていくのかというところです、はい、これはあの前の、えー、自由大学の表参道の時に撮った写真ですかね。あ、そうですね。はい。イメージ写真を撮ってっていうことで、うん。これは、この黄色いのは何を 入れてらっしゃるんですかマリーゴールドですね、うん、マリーゴーゴルドのお花です、うん。季節で言うと、この組み合わせはいつに合いそうな組み合わせとかってあるんですかこれはね、もうちょっと夏の季節の方が合いますね。割とブレンドの内容的には美肌のお茶っていう感じですね。うんうん、4種類入れてるっていう。あ、はい、この時はね、あの、うん 四種類使ってます、うん。これはまたたくさん種類があって、なんか、ま、だ乾燥してないこう生の葉っぱみたいのもありますね。例えばミントですね。はい。ミントはねよく生も使います。うん、そのフレッシュのミントをあのお水に入れるだけでね、あのミント水でも美味しく飲めるので。うん ハーブってーってあのドライだけじゃなくてフレッシュハーブでもハーブってーって作るんですね。うん、結構そのフレッシュの時とドライの時の味わいが違うので特にミントはすごく大きく変わるのでなので皆さんに両方を試していただいたりしています。ええー、こういうこう実、葉っぱというよりはこう実みたいな。それはね、彼だもんです。 はい、カレーに必ず入っていると思います。はいはい、チャイとかに入れますね、カルダモンはチャイにも入れますし、あと北欧の方だとシナモンロールみたいな感じでカルダモンロールってあって、まあ、あのその場合はこの粒の状態じゃなくて、もう引いたあのパウダーの状態で使いますけれども。ーこういう粒の状態でも出る,出るんですね、その成分。 なのでね、この粒をちゃんと、この中に小さい、ね、粒々が入っているんですよ。そこで、あのそれを使うので、この鞘をを、ね、開いて中を使うんですね。そういった使い方なんかも講義の中で皆さんに伝えていっています。なるほど、なるほど。そういうこう、このカルダモンとかっていうのは、その一般に、一般の僕らでも手に入るんですかあ、大丈夫です。手に入ります。 なんかスーパーというかちょっとどういうところに行けばいいんですか <laughs> あそうですね。あの、まあ、高級スーパーなんかで、ええ、ジョイシーもあるし、あとは、新大久保なんかに行くと、いっぱい売ってます。ええー。じゃあ、ここに並んでるようなのは、ま、あ一般の方でも手に入るような。はい、あの、 どこで買えるかっていうことも講義の中では実はお伝えしてるんですよ。私がどこでハーブを買っているかって、やはりあの同じものを使いたいっていう方も結構いるのであの、どこで買っているかっていう、本当は言いたくないんですけど、なので今日は絶対に言えないんですけど、講義の中ではお伝えしてます。<laughs> そうか、これどうなんでしょう、その辺に生えてる野草とかでもできますか あ,あのそ、その辺、その辺ってちょっとよもぎ。よもぎとかは使います、春は。はい。なるほど、なるほど。よもぎは体を温めてくれるし、結構よもぎは春に使いますね。はい。ありがとうございます。簡単にちょっと紹介をしていくと、第1回はどんな感じの内容になりますか季節と。回はい、はですねまずね、季節を、あのまあ、薬膳をベースに、 皆さんに季節というものを知ってもらうっていうところですね。あとは、それぞれの自分の体質っていうものをあの体質に気づくっていうようなことをやります。意外にあの自分の体質ってそんなに見つめてない人も多いので、なので体質をこうちょっと自分の体質をまず見つめるっていうところを最初にやります。なるほど 確かにね、なんかなんとなくなんかだるいなとかくらいしかわかんなくて、そこをこうどういうふうにセルフチェックするのかみたいなところも。そうあの、例えば体が冷えやすい人とか、うん、あとうちが熱がこもりやすい、汗かきでね、熱がこもりやすいとか、体質ってみんな違うんですよね。で、あの冷えやすい人だったら、やはり体を温めるようなものをブレンドしていった方がいいし、反対にちょっと熱がこもりやすい、春先ね、 気温が上がってくると、なんかこう、のぼせたりとかあの、熱がこもりやすいんだよねっていう人だったら、その熱をね、ちょっと和らげてあげるようなものをブレンドした方がいいしっていう、体質によっておすすめするものが結構違ってくるので、なので、一番初めにまず体質を知るっていうところを入れています。なるほど、そこは非常に重要ですよね。だからそこを間違ってしまったらあの、真逆のものを取ってしまうっていう。<laughs> そうなんです。ただこの、この、なんていうのかな、よくテレビとか、まあ、インターネットとかで、これがいいとか、なんか例えば、解毒でも、この時期これを飲んだらいいっていう、そこの情報だけを見ちゃうと、すごく体に合わないものを取ってたりとかするんですよね。そうですね、なるほど。じゃあ、もう A さんにとっていいものが自分に合うとは限らないという。あそうです、そうです。本当に隣の人と真逆だったりするんですよ。う ここ第1回は大事ですね。なるほど。第2回は春に大切な20種類を知るということで。テイスティングシートとかも書くんですね。あ、そうですね。あの、やはり色とかね、香りとかの感じ方、あまあ、色はみんな見た色で同じですけど、味とか香りの感じ方ってそれぞれに違うので、 それぞれ自分の感覚で書いてもらいますあの。同じお茶でも、例えばちょっと苦いって感じる人もいれば、美味しいって感じる人もいるんですよね。美味しいって感じるものがね、大体体に、その時の体が求めているものなんですよ。なので、まずはね、美味しいっていうところを軸にあのブレンドを決めてもらうことが多いんですけど、 なので一つ一つ全部味見はしてもらいます、うん、なるほどじゃあ美味しさだったり香りもじゃあ自分が好きな香りのものっていうのは自分がもうその時の体調で求めているものだったりするんですかねあそうなんです例えば深井さんってどういう香りが好きですかえ香り難しいな <laughs> 好きな香りはあんまり言葉にしたことがないので え、例えばどんな香り例えばレモンみたいな香りが好きとか、うん、ミントみたいな香りが好きとか、スーッとした感じがいいとか。好きですね。うん、あとはあれかな、好み的に。甘い、甘い香りが <laughs> 好きですね。結構あのそういう香りって聞くと、皆さん答え違うんですよね。うん、あの森の香りみたいなね。うん、ああいう香りが好きっていう方もいらっしゃるし。 海の香りが好きという方もいらっしゃるしいろいろとやっぱりその求める香りとかでもあの体の状態ってねあ,のある程度分かったりもします。今深井さんは甘い香りがいいなっておっしゃったということはちょっとお疲れなのかなって思いました <laughs> 当たってますね。<laughs> ちょっとお疲れ。そっか、甘いのを求めるときはそうなんですね、うん。とかっていう、こう自分を知っていきながら、こう自分の好きなものをこう見つけていくっていうところですね。あとはこう、第3回目は体からブレンドを追求するっていうところ、いよいよこれをブレンドを合わせていくっていうところですかね。はい、そうですね。あの、ここが、そのさっき言った効能とか、あの、まあ自分が美味しいと思うもので、自分の体の今みたいにね、 自分が美味しいと思うもので自分の体の状態を知ったりとかそうしながら自分の体からブレンドっていうものを組み立てていくっていうのをこの回でやります。うん、で第4回はゲストが来て、えー、こう美味しさ美味しさのところ味ですね。こ,この時追そううですね。はい、あのもう本当に、 ね、プロであラブキィを販売している方に味を見ていただいてアドバイスとかをいただきながらもうこの美味しさっていうものを追求していきます、うん、で最後はもう自分のマイブレンドコレクション自分の理想の一杯をの,の組み合わせをこう見つけてみんなで共有すると。 そうですね最後にみんなであのもうもう、ね、本当にここは、ね、みんなでお互いに飲みながらちょっと、ね、最後決めきれない時は周りの仲間に、ね、こう相談しながらこっちとこっちどっちのブレンドがいいと思うとか相談もしながら最後それぞれの一杯をあの作っていきます。なので、まあ、基本的には自分で一杯を作,り作るんですけどでもやっぱりこう仲間の、ね、アドバイスもあるから より自分の求めるものができるし、自分の一杯を作りながら仲間の一杯も一緒に作っていくっていうようなのがこの最終回です。うーんこの理想のブレンドができた時っていうのは、そのブレンドに名前を付けたりするんですかあ付けます、付けます。はい、ね。名前付けてなんかレシピに残しておかないと忘れちゃいますよね。そうですね。あの、茶葉のこの、えー、と量もね、皆さんにこう。 一杯分の量も全部置いてもらって、それも写真で撮ったりします。うん、全員分のを並べて、全員の写真を撮ったりとか。なるほど。いいですね。過去の講義のちょっとレポートもあるので、簡単に、うん、はい、いこうと思うんですけど、そう、この時はこんな雰囲気でやってましたね。こ,こんな材料をこうみんなにお見せして。そうですね。 まあ、あの季節が変わるので、ちょあのこれとすべてが同じではないですけれども、こういう感じで皆さんに素材も回しながら、あのなので素材、素材を回して、素材の香りとかも確認してもらいながら、お茶も確認してもらうという感じです。うん、な,るなるほど、これは表参道に校舎があった時代の時ですね。皆さんが真剣に、これはどうです,うですかこれど これは作り方とか説明してるのかな <laughs> うん。ああ、後ろのスライドにはハーブティーの入れ方って書いてあります、ね、あ、そうですよね。はい。多分分量とかね、うん、こう蒸らし時間とかそうあ、抽出時間とか、そういうのを、うんはい、伝えているんだと思います。参加者の皆さんは、どんな方がいらっしゃってるんですかあの普段から あのお茶を楽しんでいるっていう方もいらっしゃいますし自分の体,体調がちょっとなんか不安定で気を整えたいっていう方もいらっしゃるしあとはカフェとかで働いていてお仕事に知識を使っていきたいっていう方もいらっしゃるしいろいろですねあの基本的には皆さんお茶を楽しみにいらっしゃってるんですけど なる,ほどなるほど、そういうお仕事にも使えるっていう人も来たり。そうですね。あの、カフェで仕事してますっていう方とか、あともいるし、あと、お菓子作りがすごい好きで、そのお菓子に合わせたお茶が作れるようになりたいっていう方とかも過去にいらっしゃいました。なるほど、なるほど。確かに、確かに。うん、んこういうのをやっていると。だこれがお菓子ですかね。あ それは私があのお茶菓子を毎回準備するんですね。毎回あのお茶を結構な杯数飲むので、ちょっとね、お菓子があった方が、もうちょっとあと一杯飲めるかなっていう感じで <laughs>、お,お茶だけ飲んでるとねあの辛いので、辛いね言あれだけど、でもやっぱりちょっとお茶菓子があった方がね、皆さんテンションが上がるので、お茶に合わせてお茶菓子を準備しています。 まあその中でもね、ちょっと薬膳の話なんかもしてます。お茶菓子の時にね。なるほど。ありがとうございます。ということで、あのお話を聞いていったんですけどもお、皆さんいかがだったでしょうか。少しブレンドしてみたくなった方もいるんじゃないかなと思います。えー、募集はまだまだ、えー、引き続き、でもそろそろ締め切りか。なので、えー、皆さんご興味ある方は、えー、参加いただければと思います。 えー、今ね、ざっとちょっとお話を聞いてきたんですけども、講義ではもっともっと詳しく、詳しくこのブレンドの仕方だったりとかを学べますので、皆さん楽しみにしてみてください。実際にね、あのいろんな素材、茶葉だったり、あの持ってきていただいて、えー、それを組み合わせて、実際に飲んで、香りを嗅いでっていうようなことで学んでいくということで,、えー、ですよねあ。はい、そうです。はい なんか最後にメッセージとかありますここで締めようかと思うんですけど最後にですか、はい、あの本当にね、間違いなく楽しい講義なので、<laughs> 皆さん楽しみに参加してください。うん、はい、ありがとうございます、えー。今日はありがとうございました。講義にはどんな方でも参加で,できますので、自由大学でお会いしましょう。それではありがとうございました。ありがとうございました。